ビキニブリーフ。ビキニブリーフとは、女性用のビキニ型水着の形をした、女性用下着、もしくは男性用下着の一種である。ビキニパンツとも呼ばれる。ビキニブリーフとは、セパレーツ型女性用水着の下半身部分のビキニ形態と、男性用の下着のブリーフの合成語である。英語圏では、男性用の下着でもビキニという。 女性用水着として発表されたビキニの原型は古代、ローマ時代から女性用の着衣として存在していた。1946年にフランスのルイ・レアールが考案し、同時期にフランスのデザイナーと名付けられていた。この水着は肌の露出度が極めて高い水着で、その衝撃の大きさから発表当時ビキニ鑑賞で行われた。 水爆実験の衝撃度に例えられて、ファッション業界では、ビキニと命名されて、一般名称化した。その後、女性用下着に応用され、その流れの一環として、男性用下着として1959年に、ブリーフを開発した、米国のから発売されたのが最初である。女性用のビキニ水着は、あまりの大胆さから当初はほとんど着用されず、 米国では1960年代初頭まで一般的な海水浴場では着用禁止とされていた。このことからビキニブリーフが発表された当時はブリーフが登場した時ほどの反響はなかったものの女性用のビキニ水着が普及するにつれてビキニブリーフも米国では1970年代に入り急速に普及するようになった。もう参照。 ビキニブリーフの登場においては伸縮性のある合成繊維の開発や繊維加工技術が進歩したことによるものである。ナイロン、レイヨンなどが開発され、防縮加工、縫製技術の進歩が下着に応用されたことで大胆なデザインが生まれる背景となった。特に1960年頃よりスパンデックスが開発されたことで下着のデザインを変革させ、下着のファッション化を流した。 基本的形状は一般のブリーフと変わらないが腰回りの低い丈や素形部の深い切り込みに特徴がある。ブリーフが幼年層から老年層まで普及してファッションに敏感な青年層から他の年代層との差別化を求めるようになった。また下着にも実用性以外にもファッション性が求められるようになり青年層を中心に普及した。特にジーンズが普及するにつれて ジーンズから下着がはみ出さない下着やズボンから下着のラインが見えにくい下着として普及した。日本では1970年代中頃より出現した。その大胆な形状からファッション性をより追求してカラー化も進み、通常の下着と比較して派手な色彩が用いられて製品化されている。時代が進むにつれて形状が過激化したことや、 下着としての機能性を喪失したことから、固定層から一般層まで利用が広がらず、1980年代中頃よりトランクス人気に押される形で、その愛用者は限定されている。なお、ビキニブリーフからさらに派生して、ティーバック、ジーストリング、ソング、タンガ、マイクロビキニなどが生まれている。前部布地と後部布地に、 両側部と腰部のゴムによって構成される。生地は、股、ま、上が浅く腰部が狭い。全部は関節に合わせるようにまたグり部分に角度がついていて、着用者を前から見ると逆三角形の形態となっている。また、体への密着性を高めるために、立体的に生地を裁断する立体裁断のものもある。また布のあるものとないものがある。一般には、前開きのないものを、 ビキニブリーフと呼び、前開きがあるものを、セミビキニブリーフと呼んでいる。使用されるゴムには、外ゴムと内ゴムの2種類がある。外ゴムとは、生地に平らゴムを縫い付けたものである。この平らゴムには、文字や柄がデザインされているものが多く、無地のもは少ない。内ゴムとは、祭り縫いをした生地の内側に、丸ゴムもしくは平らゴムを通したものである。腰部には、デザインによって、 外ゴムもしくは内ゴムが使われる。側部にはデザインに関わらず内ゴムが使われる。腰部が外ゴムのビキニブリーフは内ゴムのものに比べて全体的に伸縮性がない。脱衣した状態ではゴムが布地の形を大きく変えることはない。腰部が内ゴムのビキニブリーフは全体的に伸縮性がある。脱衣した状態ではゴムが布地の形を大きく変え小さく丸まる。 形式は、フルバック、ハイレグ、ローライズなどがある。生地の色や柄には、着用者の好みに応じるように様々な種類がある。布地の性質は、ブリーフとは違って伸縮性の高いものが使われる。そのため、着用者への密着性が高い。セミ引きにブリーフとは、スタンダードブリーフとほぼ同じ素材、構造で、前開きのあるものが多いが、 スタンダードブリーフよりもまた上が短い、2、3程度。ビキニブリーフの一派と見るよりもスタンダードブリーフの派生型と理解した方がわかりやすい。色は白の他単色カラーものも多い。グンゼや b v d ではスタンダードブリーフと同じシリーズとして発売している。また、子供用のブリーフの分野でもセミビキニタイプが発売されたことがある。遊具用はグンゼ。 1980年代後半での発売されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。